アルポ・クレルボ・マルティネンは、フィンランド出身の軍人。第二次世界大戦中には、フィンランド陸軍に勤務し、戦後は、アメリカ合衆国に移り、アメリカ陸軍に勤務した。最終階級は大佐。1908年、アラトールニオに生を受ける。マルティネンは、フィンランド武器徳事件として知られる事件における、重要人物の一人だった。 この事件は継続戦争がモスクワ休戦協定により終結した後、これに反発する将兵らがソビエト連邦に対する秘密抵抗運動を展開するべくフィンランド各地に軍の装備品を引得したというものである。事件の露呈後、これに関与した者は国外脱出を余儀なくされた。1945年、かつての部下、 ハリーやルブ元中尉による援助の下でフィンランドを脱出してスウェーデンに移る。そして翌年には家族と共にアメリカ合衆国に移住し、1947年にはアメリカ陸軍に入隊、そして1951年には米国市民権を取得した。なお、マルティネンと同様にフィンランドを脱出してアメリカ陸軍に入隊したフィンランド継承校のグループは、 彼の中からマルティネンの仲間たちと呼ばれた。このグループに所属した著名な将校としては、ラリー・ソーン元大尉が知られる。当初は特技兵の肩書きで、陶器船に関する訓練教官を務めていたが、後に参謀将校となり、アメリカ本土、西ドイツ、韓国などで勤務した。また、軍歴の最後の3年間はイランに軍事顧問として派遣されていた。彼は、 アメリカ軍人として、1950年に陸軍式幕僚大学を、1963年に陸軍大学校を卒業している。1968年、アメリカ陸軍を退役する。1975年12月20日に、バージニア州、フォールズチャーチにて死去し、フォートレブンワース国立墓地に埋葬された。彼には3人の息子がおり、 三男のペッカ・マルティネンは、第二ストライカー騎兵連隊に注意として、勤務していたが、ドイツのグラーフェンベーアにて、過報の暴発に巻き込まれ死亡した。フィンランド・アメリカ AB、アルポ・マーティン・バイオグラフィー、リリーブド・40ジュライ2013、WW ・トゥイン・カラー、ルテナント・コロネル・アルポ・マーティン・リリーブド・40ジュライ2013、コル・アルポ・クーレアボ・マーティン・アット・ファインド、A グレーブ、 ペッカ・マーティン・アット・ファインド、エーグレーブ、H ・エイジル3、ソルジャー・アンダー・スリー・フラックス、ザ・イクスプロイツ・オブ・スペシャル・フォーセス・キャプテン・ラリー、エーソーン、ピアニッシモ、19192。ありがとうございます。